どうもどうも、今回からはジャンクリラに光あれをやっていくぞ。えらいクオリティの高いフリーゲームがあるって聞いてて、だいぶ前から気になってたんですよ。この作者さんの自作のクズ鉄まとうデモナも気になるけど、まずはこっちをやってみようかなと。早速始めてみようぜ。ゲームスタート。お、タイトル画面にもいた主人公3人娘だ。説明の前にまずは操作させてくれる感じ？お、ミニマップが出てきた。ありがてえ。こういうのないと無限に迷っちゃう。さて、操作可能になっていの一番にやることはメニュー画面をねっとり見まくることです。私服の時、アイテムは単体回復、全体回復、単体 MP 回復、蘇生と一通り揃ってますね。最大所持数の制限があるの好き。装備はうひょう。この情報量の多さ、脳がしびれる。武器が1つ、防具が3つ、装備スキルが8つか。このゲームスキルは完全に装備付け替え式らしいんすよね。スキルは 4.5 倍ダメージ、敵の火属性を弱体化させるパイロドライブ、5倍ダメージで先制攻撃、反撃率アップのアクセルボルト。ふむふむ、いいね。ダメージ倍率とか命中率が明示してあるのも嬉しい。他のキャラのスキルも見たけど、各属性の属性ダウンスキルはみんな持ってるな。ベルシさんだけ回復スキルを持ってるね。なるほど。お、すげえ。説明書以外にも全てのアイテム、装備、スキルに解説があるぞ。頭おかしい文章量だ。ダメージを与えつつ敵の火属性ダウンさせるパイロドライブは、火球をぶつけて沈下後に残る火星マナの燃えさしが次に紡ぐ火術の勢いを強める。へえ、他の属性ダウンスキルも似た感じかな。この辺の解説は全部流してると動画が一生終わらなくなるんすけど、このゲームの醍醐味ってところでもあるんで、面白かったり印象に残った解説は動画にしていきたいね。最後は充実したオプション。戦闘難易度なんてあるのか。変えるのにデメリットはないっぽいし、ハードにしちゃおうかな。ダメそうだったら全然ノーマルどころかイージーにする心持ちです。うむ、メニュー画面は堪能した。じゃあ最初の探索に参るか。おう、その辺の意味ないオブジェクトも調べれば反応あるのな。アメトちゃんのボロボロ好き。よっしゃ、初戦闘と行くか。あ、チュートリアルあるんだ。裏で説明書を全部読んじゃったから、まあ読み飛ばしましょう。要約すると、雑魚戦でも全力でやらんと死ぬぞ。攻めるのが有利なバランスなのでガン攻めしてな、とのことで。スキルを使えと言われたが、通常攻撃のダメージも確認しておきたい。通常、スキル、通常って感じでよろしく。通常攻撃が180ダメージ、スキルが250ダメージってなところかな。まあ大体のスキルには追加
追加効果があるから基本的にはスキルの方が良さそう。おお、バスタークリティカルで1142ダメージ出たぞ。あ、そういえばこのゲームクリティカル判定が3段階あるんだとか。ユーディアちゃんのパイロドライブは必殺率 38%、 必殺倍率 160% で、 38% のクリティカル判定に3連続で成功したらクリティカル3乗のバスタークリティカルになって 410% ダメージみたいな感じ。必殺率と必殺倍率を上げまくれば運次第でとんでもないダメージになるで。必殺特化しがいがあるいいシステムや。これは、あ、ここでキャラ固有能力見れるんだ。アメトちゃんは二刀流できて、自分より弱い敵、弱体中の敵へのダメージアップ、アサシン枠だったのね。アイテム使用効果が高いのもいいね。ユーディアちゃんはクリティカルが出たら敵の属性耐性を無視、必殺率と必殺倍率が高い必殺特化の火力放題キャラだな。ベルシさんは特殊能力はないものの、食いしばり 75%、 火ダメマイナス 10%、 防御性能プラス 50%、 他にもいろいろアップ。代わりに必殺率と必殺倍率がマイナス 5% っすね。回復できるしクレリックって感じだ。お、今度はクリティカルについてか。要約するとクリティカルは最大3段階まで判定。クリティカルすると追加効果が起こりやすく、次ターンの行動回数が確率で追加なんだとか。ダメージ以外のメリットもでけえな。クリティカルを狙ってみようって言われたけど、クリティカルが出なかったので普通に倒しましたとさ。お、レベルアップ。これは新スキルを解放するとき。スキルの習得はスキルツリー方式っすね。4大属性のどのスキルを取ったものか。火属性のバーンスモークは全体攻撃、雑魚戦が楽になる。これにしよう。あ、遠くのスキルの内容も見れるのね。これ、火は火力、風はバフデバフ、水は状態異常、土は回復って感じなのな。属性に個性があるゲーム、俺好き。オーマ、扉の内鍵を閉める知能があるやつもいるのか。ゴブリンぐらいの知能か。コロコロ表情が変わる歩行グラフィック可愛いな。お、初見の敵だ。そういやオートバトル機能とかあったな。使ってみよう。バーンスモークなかなかいいじゃん。全体攻撃しつつ敵の命中率低下、雑魚戦で輝く性能してるわ。しかしこの後調子に乗って連射していったら MP が速攻で切れるのであった。消費 MP13 は重いっす。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。